井口康子は、東京都葛飾区出身の元ラジオ関東、ラジオ日本アナウンサー。東京学芸大学社会科在学中の3年生の、時に、ラジオ関東のアナウンサーとして入社。スタート当初は、東京、西新橋の日本石油ショールームから放送していた、日石ミュージックペトロルームなど、音楽番組を中心に出演していたが、 競馬への造形が講じて1971年から競馬実況中継に日本人初の女性競馬中継アナウンサーとして1995年までの延べし半世紀にわたって担当し女性競馬ジャーナリストの草分け的存在となった大橋照子がアナウンサーとして憧れていた存在だったということである女の直感競馬、井口康子の直感競馬などの著書がある 1978年には女性として初めて競馬放送を務めた功績が評価され、日本女性放送者懇談解消を受けている。退社後もフリーアナウンサーとして、地方競馬などの実況中継、また、スポーツ新聞のコラム執筆など、競馬との関わりを一層深めている。現在、女性競馬ジャーナリストクラブ会長で、2007年9月から、 JRA 運営審議会委員に就任。別冊ラジオパラダイス、DJ 名館による歴代受賞者。日本女性放送者懇談会、SJWRT2016 年6月21日、閲覧。ありがとうございます。